バーネットの戦いの場所、バーネットの戦いは、ロンドンの北1 6トルのところにあるバーネットの近郊で1471年4月14日に行われたバラ戦争の重要な戦闘である。主な登場人物は、ここをエドワード4世、そしてエドワードが王妃エリザベスウッドビルの一族をひいきにしたことで、エドワードの元を去った元同盟者、ウォリック博。ハク リチャード・ネービルである。戦闘の前年の1470年10月、キングメーカーと称されたウォリック博は、エドワード4世を国外に追放し、ランカスター家の戦王である、ヘンリー6世を福井させていた。その後ウォリックは、大陸のバロアーサ、フランス王ルイ11世とブルゴーニュートの対立に介入し、ルイ11世支援に同意するという失敗を犯している。 この失敗が1471年3月14日にイングランドに帰国したエドワード4世に対してブルゴーニュ公が軍事援助を申し出る結果につながる。これでウォリック博とエドワード4世の両軍は平数で言えばほぼ同数であった。だがウォリック博は義理の息子であるクラレンス公、ジョージの援軍を期待していた。エドワード4世は ウォリック博が部隊を集めていたコベントリーにいる間にロンドンに進軍した。首都を奪還した後、エドワード4世はウォリック博に対戦すべくバーネットに向かった。ランカスター派側の陣容は、オックスフォード博は右翼、モンター牛港が中央、エクセター港が左翼をそれぞれ指揮した。各軍の配置は、左翼がバーネットに続く街道を塞ぐように配置し、 そこから相対的に中央軍右翼の順に配置した。ウォリック博自身は予備の軍を率いていた。対するヨーク派は街道に中央軍を置く配置で、中央軍をエドワード4世が右翼を彼の弟のグロスター公リチャードが左翼をヘースティングス教が指揮していた。オックスフォード博率いるランカスター派右翼は初期配備で対面する軍がなかったことが幸いして、 ヨーク派左翼に早い段階でダメージを与えることができた。しかし濃い霧のため、ランカスター派左翼がそのチャンスをものにすることはできなかった。両陣の右翼が突出する形で戦線は展開し、両陣営の戦線は街道と平行になっていった。ランカスター派の兵士の一部は、その混乱でお互いを敵と間違えた。 エドワード4世が自身の予備部隊を戦場に投じたことで、勝敗は決し、モンター議校は戦場で殺され、当初戦死者として戦場に放置されていた、エクセター公は一命を取り留めた後、ロンドン島に収監された。霧が晴れて敗北を悟ったウォリック博は馬を繋いでいるロッサムウッドに向かおうとしたが、その途上でヨークハフ表の一団に捕捉されて切られた。 この戦闘と同じ日、マーガレット王妃は、ウェイマスに上陸し、ウェールズをめぐって兵をかき集めた。彼女はヨーク派優勢の事態をひっくり返すために、ウォリック博と協力することが可能だった。しかし、結局この戦闘がヨーク派の勝利に終わったことで、エドワードの勝利は確実になり、ヨーク派はランカスター派に対する最終決戦のための準備することができるようになった。 ありがとうございます。